こんにちは。エルデンリング実況者です。スマブラ実況者から転職しました。ということでとうとうやってきた魔のクロスオーバーグランプリ。ネクロイしかいないね。サイゲ、これが勝てと命じた運営の結果だぞ。そう言いたい。グランプリじゃなくてコンテストって名目にすればいろいろデッキも出たろうに。悲しいね。まあやることがなくならないのはいい傾向なんだろうけどね。でも個人的にはそれも悩みどころ。2ヶ月経過でアディショナルリリースの時代は休憩期間もあって実はちょうど良かったんだよね。合間に別ゲーできたからさ。でも今のシャドバは無限にできるせいで逆に区切りがわからないね。嬉しい悲鳴といえばそうなんだけど、難しいところ。要するに退路も欲しいってこと。最近見始めてくれた人は知らないと思うけど実は私はスマブラ実況者ってずっと言ってるんだよ。浸透してないけどね。まあ5本くらいしか上げてないから致し方ないんだけど。実はいろいろとゲームをやってるのさ。Steamで買った ORI だっけ？あれも積んだままだし。ブームレイダーもまだ途中だった。あれは PC のファンがうるさくなるからやめたんだけどさ。オリは評価も高いしいつかやりたいね。FF13 のライトニングリターンズもそういえば積んでた。あれは初めて Steam で買った PC ゲーでキーコンフィグがいまいちわからないからやめたんだっけか。今ならできるかもしれないね。あとはウィッチャーさんとかももっと入れつつ積んでるね。神ゲーって聞いてたから買ったけど洋ゲーのオープンワールドは私には合わないってわかったよ。もともとデスクトップを買った理由がデスティニーを PC でやりたかったんだけど、みんなデスティニー知ってるかな？あれの PVP めっちゃ好きなんだよね。1の PVP の方が好きだけどね。懐かしいなぁ、ギャラルホルン。ギャラルホルンっていうのはシャドバで言うとクロスオーバーのエリカだよ。そんくらいぶっ壊れ性能だったんだよ。やばいね。そして過去ゲーの話をすると一生話せそうなのもやばいね。あ、これシャドバの動画です。そういえば高速マグナゼロ触ってないなって思ってね。これ思った以上に火力も速度も出るね。オートマキック名電とかいらない気もしてるもん。代わりにドロー入れてもっと速度出したり。ホムンクルスでユアンを増やしても強そう。あとは1コスで4点出せるカードもあるんだけど。それ入れようかな。どのゲームも無限すぎて困っちゃうよ。この容赦はしない。貴様の力を認めねばならぬ。運命殲滅？ちなみにデッキはこんな感じ。ちょっと可能性を感じつつある。何より水鏡が水鏡できるから楽しい。ユリアスも入れたいし、入れたいカードが多すぎるね。もういっそのこと3積みじゃなくして入れたいドローカード全部入れるか。マゼルベイン、君の出番かもよ。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。